知ってた。陰キャは世間的に特許物扱いされるけど、陰キャからは呪霊は生まれてこないんだよ。陰キャは基本的に会話したくないし、人に興味がないし、目立ちたくない人種が多い。一方で陽キャは承認欲求の塊、会話したい、モテたい、目立ちたい。そんな正反対に生きる陽キャを見て、陰キャは否定と嫉妬が強くなり、特許物になってしまう。つまり大雑把に言ってしまうと、全人類が陰キャになれば、呪いは生まれてこない。それじゃあ、群れてワイワイしている陽キャを皆殺しにすればいいじゃないですか。サマンオイル君、それは、ありだ。授業中にうるせえ陽キャ、自分は他人をいじるくせに他人にいじられるとブチギレる陽キャ、群れてる時だけイキってる陽キャ、自己中すぎる陽キャ、謎のノリを強要してくる陽キャ、タバコ吸ってるイコールかっこいいと思ってる陽キャ、多分この辺殺すのが一番イージーだ。それとしてた、最近はトレカテンバイヤーなんて特急呪霊が溢れてるけど、カードに希少価値がなくなればテンバイヤーという呪いは生まれてこない。つまり大雑把に言ってしまうと、地球上で遊べるカードゲームをトランプとウノだけにすればトレカテンバイヤーは生まれてこないんだ。それじゃあトランプとウノ以外のカード皆殺しにすればいいじゃないですか。サマンオイル君、それはありだ。ポケカ界隈なんて窃盗事件やら乱闘騒ぎやら、もうテンバイヤーなんて物差しでは測れないほど特許物が領域展開している。まずはポケモンを売り物にしてるバケモンを殺すのが一番イージーだ。それとしてた、 SNS がなくなれば誹謗中傷という呪いは生まれてこない。いやもういいっす、だいたい言いたいことは分かりました。他で例えるならば、ソシャゲも全人類が課金者になれば詐襲という呪いは生まれてこない。だったらヒカキンを皆殺しにすればいい、そんな話ですよね。もうなんだろうな、地球がやだ、猿どもがどちくしょうすぎる、もう結論地球に住んでるのが地獄すぎる、もう地球を破壊すればいいんじゃないですか。サマンオイル君、それはありだ。何でもありやん。たしまいざこうとがりあうてしごましいがねをくしろよくろうとるねんちゃマイクはジャンスキー。今はただ歯磨きに感謝を。